テストの方をさせていただきます。1番、はい、1番です。はい、2番です。3番です。4番です。5番です。はい、大丈夫です。それでは本番に入らせていただきます。はい、頑張ります。それではご挨拶をさせていただきます。はい、せーの、イクニャアイス、こんにちは、ユニコーンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先にでは韓国のタイトル曲、はい、トラバジルでレッドミーラブの方を披露させていただきます。はい、お願いします。はい、ここだから、さらっと降りの気分。
ご挨拶をさせていただきます、はい、せーの、インプティアアイス、こんにちは、ユニコードです。ありがとうございます。今日は増本のアリーナがお越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。では自己紹介からさせていただきます。はい、こんばんはだな。分かったね。こんばんは、ユニコードのオールラウンダーユダと申します。よろしくお願いします。ユニコードのパワフルを担当しています、さと申します。こんばんは、ユニコードの熱血リーダーエリです。よろしくお願いいたします。こんにちは、あ、こんばんは。こんばんは、はじめまして、ユニコードのハッピースマイルビタミンハンナです。よろしくお願いします。こんばんは、ユニコードの長女のような末っ子ミオです。よろしくお願いいたします。はい、私たちユニコードはですと4月17日に韓国で K-POP アイドルとしてデビューをした、なんと全員日本人のガールズグループになります。はい、はい、珍しいんですけど、はい、そして私たちのデビューまでの過程が全て韓国の放送局 MBC の YouTube チャンネル All the K-POP というチャンネルのオンオフというコンテンツにて全て公開されているので、全6話見ていただければ嬉しいです。ぜひ、検索のところに英語でユニコードオン&オフと調べてください。そしたら出てきますので、はい、チェックをお願いします。はい、そして私たちユニコードなんと先月韓国の新人グループランキングで10位をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もっともっと頑張ります。頑張っていきます。頑張ります。目指せ1位。目指せ1位。はい、そして、はい、私たちが先ほど披露させていただいた一つ目の曲が韓国での大切なデビュー曲になります。トラバージュルでレッドビーラブになります。こちらの振りにポイントの振り付けがあるんですけど、フリフリっていう振り付け、じゃあ振り付けとしてテレテレかテレテレというところがあります。はい、はい、そして一つ目の楽しい曲ブルローの方にはフリフリ、こっちがフリフリ、こっちがフリフリか、フリフリサビの部分ですね。はい、一緒に真似していただければ、はい、お願いします。はい、今日はですね、特別に はい、なんだっけ、スプリングパーティーを今日は披露したいと思います。こちらを披露させていただくのはショーケースぶりの2回目なんですけど、リリースぶりは初めてとなります。今日は日曜日、そしてファールコード渋谷さんということで特別に練習を、はい、昨日頑張りました。頑張りました。韓国のアルバムの方に入っている曲なんですけれども、とても爽やかな曲なので、ぜひ皆さん楽しんで聴いていただけたらと思います。はい、曲紹介を、曲紹介をさせていただきます。この曲が希望に満ちた20歳の初恋と懐かしさを、どうした？どうした？今忘れてるみたい。すみません。失礼しました。20歳の希望に満ちた20歳の初恋と初々しさを感じられる曲となっています。はい、ぜひ懐かしさとかも感じられるので、ぜひそういう風に感じていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして私たちのライブ撮影可能なので、動画や写真を撮影してハッシュタグユニコードで SNS に上げていただければ嬉しいです。お願いします。可愛い写真たくさん撮ってください。お願いします。それでは、はい、行きますか。はい、頑張りましょう。次の曲に、はい、はい、スプリングインマイテイクスマイテイクス、韓国語だとスムサレゴン、スムサレゴン、英語にしちゃうとね、こっちか。それではスプリングインマイベンジスお願いします。
曲ということでめちゃくちゃ緊張してます。はい、緊張しちゃいました。緊張しました。この映像私たちでね練習したんで。はい。久しぶりに披露するということで、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、そしてなんと嬉しいお知らせが、まあ、いつも言ってるんですけど、7月の23日にフラー呼んでの日本語バージョンでなんと日本デビューすることが決定いたしました。はい、23日です。これからね、披露するのがそのフラー呼んでの日本語バージョンと、はい、レッドミーラブの日本語バージョンです。はい、はい、曲紹介はもう花ちゃんでお願いします。お願いします。最近カミカミなんですけども。はい、先ほど披露させていただいた曲が、韓国語バージョンとあとはスプリングインマイツインティスなんですけど、これから披露させていただくのが、振り向いてレッドミーラブの日本語バージョンと、ブルーを呼んでの日本語バージョンの2曲となります。はい、はい、あと先ほどねスワちゃんが言ってくださったそのポイントダンスも、なんだっけ、レッドミーラブはテレテレ、ブローはフリフリ、これを一緒にやってくださったら嬉しいです。一緒に真似してください。雨を吹き飛ばすほど前3曲盛り上がってくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。この曲も盛り上がっていただければ本当に嬉しいです。嬉しいです。して引き続きこちらのライブが終わっても特典会は続きますので、よければ残って参加していただければ嬉しいです。今日もフリーのハイタッチがあるので、皆さんよければ一緒にハイタッチをしてください。はい、はい、それでは最後にご挨拶をさせていただきます。はい、以上ユニコーンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ここに2曲も盛り上がっていきましょう。イエーイ。
ぐらいしてます。明日もやりたい。はい、このトゥルラが日本デビューのタイトル曲に入るので、はい、ぜひぜひたくさん聴いてほしいですし、一緒に覚えていただいて踊っていただけたら嬉しいです。はい、たくさん楽しんでいただければ嬉しいです。はい、これに入る前は全員が振り返るので、この後振り返った瞬間にこう3回お願いします。盛り上がっていきましょう。ラスト、はい、盛り上がっていきましょう。はい、
以上、ユニコードでした。ありがとうございます。ありがとうございます。少々お待ちください。ありがとうございました。少々お待ちください。少々お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。あ、今のたくさんあるな。これプレートだマネージャーの。おめでとうございます。よろしくお願いします。また帰ってきてください。ありがとうございます。ユニコード頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張ります。